いや、顔色が怖いよって思ったんですけど、どうでしょう。お待たせしました、皆さん。待った？待ってました？今ここにニキビがあるの。内緒。待ってた？今日ね、写真、生写真の撮影があったんですよ。大学終わりに行ってきたので結構遅くて、終わるのがそう、頑張って参ったんですけど、その後にね、これとあとアイメイクを落とすやつ、開け方がわからないわ、買ってきました。まつげがね、いい感じになってるけどね、落ちないからね、落とす時にちょっとしんどいなって思って、あとはね、歯磨き粉を もう布団入っとるの？ずるい。ずるい。佐藤はずっとクリアクイーン、ミント味がいいです。あと骨盤のやつ、どうやって開けよう。耳痛いんですよ、こっちの耳が痛くて、ここを押すと痛い、ここを押すと痛い、こっちを押しても痛い、めっちゃ痛い。この骨盤に巻くやつって意味あるんですかね。押さなければ痛くないって思うじゃないですか。まあそうなんですけど、そうなんですけど、動いてます？待って、めっちゃ今そうなんですけど、ハサミが欲しい、ハサミが欲しい。あった。今アラームが鳴っちゃったまた鳴るかも、切らずに。何の話してたっけ。耳だ。痛くないと思うじゃないですか。でも着替えると当たって痛いんですよ。着替える時に耳に当たって、軽く当たるだけでも痛くて、
でも今日ちょっと生写真の撮影だったのでめっちゃ着替えたんですね。だからね、痛かった。バツが後ろ、こうやってつけるんだ。聞くかな。痛いの片方だけです。まだつけてないです。骨盤につけるやつをね買ってきた。気象いつもと違う？よくわかったね。目がちょっと違う。だからいつもより濃いんだと思う。写真の、生写真の撮影だったから。でもちょっとね変えたんです。笑った時にねこうなるようにした。アイラインをね長めに引いてね、こうなるようにした。語彙力が少ない。どうですか。あとねリップがね、色付きのねリップ塗ったんですけど、なんだろう、溶けるやつ使ってるね最近。だから薄い。いい匂いのリップ、本当にいい香り。溶けるやつ、薬局とかで普通に売っとるやつ、溶けてるパッケージのやつ。なんかなんだろう、リップクリームがドルルルルって並んでるところにある溶けてるやつの赤。いいですよ。なんでここで言うんですか。直角リップ買ってくる。直角リップ、もうすぐクリスマスだね。ハロウィンの方が先だね。目がいつも色気、本当にいい感じ。そうです。今日のメイクはいい感じです。今年ハロウィン公演あったっけ。なさそうじゃないですか。あるかな。去年出れなかったから。私でも去年ね、ティースプック、読み方わかんないんですけど、 TSPOOK
ってやつコスプレで出たんですよ。楽しかったけどね、あの時ね、なんか昇格してすぐでそんな先輩ともめっちゃ喋るっていうわけでもなかったから、ちょっとすごくずっと緊張していた。目覚まし。ブログのコメント見てます。あれ楽しかったですよね、本当に楽しかった。クロワッサンのコスプレってどういうことですか？そうそうそう。去年はそう悪魔、なんだろうあれ、デビルのコスプレして、一昨年はねあれなんですよ、入ったすぐだったんです。じゃあ合格発表が30日、10月30とかだったので、次の日だったんですよ。そう、合格発表29でした。ごめんなさい、アラームがとても邪魔をしてる。それで、そう、合格発表が終わった次の、なんだろう、次の日かな。なんか栄であったじゃないですか、パレード。それにいました。それにこっそりいました。そうやるんですよ、栄でめっちゃ仮装してるパレード。755見てますよ。28日、明日って何ですか。18、
月って歯が出れそう。わかんないです。あれ、そういうことか。28日が逆生誕なんですね。チャラチャチャチャラ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 もう覚えとらん。踊り愛のモンスター。アラーム一回切ってきた方がいいかもしれないです。ちょっと一瞬離脱しますね。アラーム切ってきますね。